さあの家事書いてよかった。小竹シレマはちょっとむずいな。1回目行ったよな。でも、うん、平気だったけどな、あの時。だから最近なまってんな、体が多分。体力落ちちゃったね。え、体力落ちちゃったか。何、体力落ちちゃったか。まあだって最近だって全然山登らせてもらえてないんだもん。ああ、そういうこと言う。じゃあね、うん、来週はもう高尾山確定。え、高尾山じゃないよ。どこ行きたいの。え、奥多摩。奥多摩、じゃあ奥多摩もう2回ね。都民の森まず行って、よ、あのね、あれでもなんかあんた土曜日奥多摩行って日曜日なんたらかん、あ、違うよ、土曜日来週ダメじゃん。うん、だ日曜日行くんだよ。あ、結局お父さん土曜日だって。あ、あなたが土曜日がいいって言うから土曜日って入れたよ。うん、でしょ。分かった、また近いうち連絡するって。いや、多分ね、姉ちゃんたちのことを考えたら土曜にしてあげた方がいいな。そうそうそう、多分ね、日曜日だと早く帰っちゃうから。まあ、あの人たちさ、うちらよりもさ、職場遠いしな。都心の方行ってるから、確か。あ、都心なんだ。確かに。座れればいいよ。座れない電車通勤は無理だね。いや、っていうかもうチンコ取れる。乗り物酔い元からするから無理。特にこういう時期、ちょっと着込むような時期とかって結構暖房入ってて暑いじゃん。うん、だから無理。座れても結構きつい、満員だと。かわいいこれ、うん、ほらね、こういうやつとか2000とか、うん、何なんでしょうね、これ。いや、だからショートの方が見やすいから。あ、イニシャル D もほらこういうふうに。ショートって全部見てもそんな大して時間ないけど、普通の動画だと長いからつまんねえし飽きるじゃん、うん、とかじゃない。何これちょっと待って、ちょっと待って。あのね、モンストはマジで美味しい。なんでみんな載せねえんだろうって思う。モンストのガチャ動画はマジで美味しいとかね、こういうね、何が美味しいか美味しくないかっていうのを戦略としてやっていけないと、まずね、 YouTube 無理だからねって思う。まあ知ってても難しいんだけどね。ほんとせこくどうやってやったら見てくれるかっていうのをね、クオリティじゃないかね。クオリティ前のどういう風にやって、なんか自動的に入る方法って何かなっていうところを考えないと。って言ったらもうショートしかないんだけど、逆にショートが再生数多いからといって生普通のそのロングの動画見てくれるかどうかって言ったらそれもない。本当運営なんですよ今の感じ。忙しいから俺はちょっと動画投稿しすぎるっていうのもあるんだろうけど、でも俺それは別にしすぎててもいいと思う。的なもんはでかい、うん、うん、普通の動画でもね、たまに1000とかいくけど、いや、ほんと大爆地だね。人間マジで
それこそもう年に1回のイベントあるかとか、例えばたまたま大谷翔平さんが出会えたとかさ、そういうのじゃない限りは厳しいかなって感じ。それでもガセ動画とかあるからね、たまに。あれは多分良くないと思うけど。そろそろ休憩しませんか。例えば誰かが思いっきり喧嘩してたとか言っても普通の動画だったりとかさ、たまにあるんだけど。あと不謹慎動画、何々全員死んでおめでとうございますとか、あれはバンされるんだけど、びっくりするよ、キモいでしょ。さすがのクロちゃんですね、すげえキレしたじゃん。誰かが亡くなってさ、なんか誰かの妹ですとか、こうやってこんなおっさんがやってるやつとか、ちょっとさすがに頭おかしいんじゃないのって、さすがにクロちゃんが聞いてる。なんとかだしんとかってよくふざけて言うじゃん、うん、そういう語源なかったから多分ガチだと思うんだけど、おっしゃる通りだよね、ひどすぎるよね。入ってくるのかなと思ったら、そういうことはなかった。何かと思っちゃった。入れてもいいんだけど、技量があれば。いや、なんか嫌だよ、危なかし変なの前に来ないし全然びっくりした。入れてあげますよ、皆さんの心境ぐらい分かりますから。え、みんなの心境入れたくねえじゃん。いや、別にいいよ、俺は。60とかで。60なんてある？ないでしょ。60のあったよ、なんかノートみたいなやつ、こっちの方とか、なんかこの間行った時。本当？うん、見えたよ、チラッと。あれ買うんだったら、中古だからね、言うても。まあ中古だよ、もちろん、うん、新品ではねえよ、当たり前だけど、うん、これがもう100万とか、そういうボッコンボッコンみたいな感じになったらもう買えるけど。あ、お疲れさんだ、もう今日ちょうど終わりか、もう電気消えた。浮気はしちゃいけないんだよ。浮気しないっていうか、俺はもう車はその、あ、違う、メンテとか。あ、そういうことね。うん、そういった意味の浮気。要は浮気というか、まあ近かったからな。安なんとか忘れちゃった。近いのと安い、ちょっと安かったっていうのもあるからな。こっち若干遠いんだよね。100万円以下行こうねじゃんか。ですか、軽で152。10万以下とかで売ってるイメージしかない。それでさすがにやべえやつだった。まあ70、80ってイメージあったけど。今はさ、終わっちゃったけど、私の好きなボンビーガールとかでさ、うん、なんか車がないとダメな場所で、うん、はいはいはい、その中古の軽とかさ、うん、そういうので買ってた、買って乗ってる人いて、10万以下の。いや、それ多分もちろん金かかるよ、うん、だって。だから運転できればいいぐらいの。いやいや、でも違う、やばくねえと思って。運転できても違うんだって。別にいいんだよ、ガゴンガゴンしてても。
運転できる分には違うんだ。車検がやばいんじゃない。そう、車検で引っかかる可能性めちゃくちゃ高いから、ね、その時にいっぱい直さなきゃいけないものができて金は倍にかかるそうだよね。まあその時にかかるかな。でもその車検の前に手放すのかもしれないですけど、ね、そうそうそう、そういうことでしょ。まあまずはあのボンビーガールってほら駆け出しでまずはだから資本金じゃないけどまずはとりあえずこれを一旦手に入れとくみたいなのあるじゃん。しねえかな。今なんかボンビーガールってガールじゃなくてもボンビー家族とかでもいろいろ出てくるんじゃない、このご時世だから。しかしコロナで本当ぐじゃぐじゃになったよね。まあ、しょうがないね。あれは面白かったけど。何？なんかあの1000円以上か飯食ったら1000円もらえるってやつかな。忘れちゃって、まあ、やろうと思えば無限にできるやつでしょ。地域振興これ左行こうかな。左行っちゃっていい？別に大丈夫なの、うん、バイクと平気なの。これ危ないからもういいよ、こっち左行っちゃいますって。ああそういうこと、うん、あうるさいと思った。見えない見えない、危ない。うん、分かってるけど。うるさいあんた。正面に前方大優勝ってこっちの方が、まあ、走ってくれたからね。これちょっとでっけえ道通って出ちゃうわ。ああそれが、うん、これは止まれではないね。止まれではないけど全部通行してた方がいい。ここはこういう住宅街、何が飛び出してくるかマジでわかんねえ。だってあなた、岐阜の歌しか歌ってねえ。